1週間お待たせいたしました、アンケート発表です。アンケート発表、わからない人は前回の終わり2分だけ見てください。全部見てくれてます。全部見てくれて、あのフーライブ、あ、フーライブです、フーライブです。今回のアンケート発表会でアンケート発表せずに1話終わる、知ってる人で10分喋っちゃった。なんだお前、あの、ごめん。なんか今日、あの、今週は、あの、はい、今回は、ちょっと、ちょっと言います。でもこれを読む前に1個言っておきたいんです、はい、やっぱり、フーライブアンケートは最重要視、最重要視というかね、正直言うと、あの、いろんな意見聞きたいっていうのもあるんですよ。あの、うん、どうなんですか、社長じゃあ、だから、あのね、ほんと正直な話していい、あの、始めた頃、ベースとギター2人でしょ、うん、でね、不安もあるんですまあね、うん、それは否めない、うん、大丈夫かな、でも、2人ね、だけだからできることっていうのもあるし、うん、でも2人だからできないことっていうのもあるし、 そこをね、どうしたらいいのかっていうね、あの、不安っていうのもあったんで、とにかく人の意見を聞いてみたい、うん、あの、それこそ、あの、あんまり音楽に聞くばっかりとかっていう人もいるし、うん、やってますよっていう人もいるし、うん、そういう人がいろんなのを聞きたいなと思って始めて、でそこから、ね、じゃあリクエストにも答えしましょうよ、うん、するようになってきて、そうそうそう、アンケートは非常に未だにあの重要視してますので、うん、あの、ぜひとも今後またフーライブをライブ来ていただいた時にアンケートザザザッ構えに書いていただければ非常にありがたいと思います、うん、というのを言ってきたかったんです、うん、大事です。なんかありました、あのね、最近のほらバンドさんはさ、うん、アンケートを配らないね、配らないね、前はほぼ全てのバンドが、いつから減ったんだろう、やっぱツイッターとかが増えてるからかな、うんうん、それはある、 SNS が普及してきてからはあんまりアンケート書いてくださいっていうバンドが減ったなぁと思う、うん、前はだって5バンドだったらアンケート5個あったじゃん、5万あったら、あったあった、俺ら学生時代とかさ、社会人になってすぐぐらいの時とか、スタッフさんがね、ペンであのこういうボードにこうアンケート挟んで、ペンで、ね、ああ、そうそう、挟んで、挟んで、空気でお願いしますって言ってきて、動かすと、アンケートないと、アンケートないんだ、うん、どうやって言えばいいのみたいな、うん、最近は減ったね、ダフルライブを原点に戻って、そう、うん、すっげえデジタルなことするんだけど、すっげえアナログなことするんですそれはここの性格デジタルだとアナログな、ちょうどバランス取れてるプリンターをつなぐとパソコンの先生扱いされる人、あ、そうそうそう、俺はね、あ、プリンター動きましたねっていうやつ、俺はえって思っちゃう、まあ、いろいろあります、まあ、ただアンケートは本当にあの自由、本当に読むからね、びっくりする、ね、だからこうやってまとめたんですよね、ちゃんとこれはまとめだけど、あの、ファイリングして撮ったんですね、全部撮ったんですね、ここまであるわ、また終わっちゃうんで、はい、撮りました、本当だよ、俺だな、俺だな、じゃあね、まず最初ね、あの、女性からです、はい、あの、A さん、ありがとうございます、あ、今回、アンケート項目ですね、うん、まあ、説明しながら言いますと、うん、気に入った曲、まあ、うん、その 前回言ったセットリスト5曲の中から何曲目、うん、面白かったですか、うん、今回その A さんは3曲目、うん、メドレーです、うん、メドレーはやっぱ受けるね、あの、やっぱり知らない曲で乗れっていう方がね、結構難しいんだよね、乗せ方もあるし、でも今回そんなに、まあ俺らからするとメジャーの曲を集めたつもりなんだけど、うん、でも知らない人は知らないんだよ、1分半分の人がいたよ、うん、それでもこうやって、まあ、この人が、あの、レイさんがね、うん、ハードロックに精通してるかどうかは知らないんだけど、うん、もうこうやって書いてくれるのはね、やっぱありがたいですよ、すごかったな、アンケートに書いてないけど、かっこよかったっていう、そうそうそう、浮かれたよ、うちらはそう、浮かれた、うん、浮かれる理由をこの後また言います、うん、で、今回そう、ブログタイトルをね、そう、今までほらこのね、そう、動画ブログ、カッコ狩り、カッコ狩り、うん、こっち、どっち、いけねえな
こっちだこっちで、あの過去仮を、うん、このままじゃいくらなんでもと思って、うん、じゃあアンケートの時に、なんかいいアイデアがあったら、うん、書いてください、A さんはそのままでいいですこれあれだけそのままでいいですっていうタイトルにするの風雷坊のそのままでいいですなんかちょっと怪しいカウンセリングになるけど、うん、なんかなんだっけ霊媒師じゃなくてなんか、うん、スピリチュアルそうそうカウンセラー的な人が出てるんだけどまあまあまあ貴重な意見そういうのもいいのそのままでいいです、うん、これちょっと考えてみますで、たづけの、ダメ出し質問メッセージ、はい、こんなの書いてもも、もじゃんもじゃねえハートマーハートマー書いてここら辺が置かれる原因だよね原因ですで、アキムへのダメ出し質問メッセージ、どうぞなうわどうする似合わねえあとも両方ともハートマークありがとうございます置かれておりますありがたいことも書いていただきましたありがたいことあとじゃあ次いきましょうか、うん、でちょっと7足の方なんですけど、うん、もう一つだからタズへの質問ダメ出しメッセージと俺へのダメ出しメッセージと2人へのってのがあるんだけどここにまあ書いてまあその書いてあることは○○これは企業秘密ですから言えませんが、うん、もうちょっと中間作ったらみたいな雰囲気がありました、うん、ああと思ってなるほどこれです目からのことです目からどうも、うん、今回のライブの決まり手の一言である圧がすごいってのがあってガタイもそうだけどテクニック的な音的なこともうこうガーンいっちゃうと、うん、どこもあるからお客さんがびっくりするしてたっぽいのは確かにちょっとあった圧が、うん、普通の居酒屋と思って入ったのに、うん、なんかゲテモンばっかり出てくるとびっくりしたみたいなああそう普通のメニューないんですか泡くる、泡くるってやつか泡くる、泡くるあるじゃん、なんか、うん、たまにあるじゃん普通の喫茶店だと思ってたらゴリラ妖精のキノコみたいなやつあ、言いづれえやつびっくりした頼みづらいですね普通のミートソースがいいのに、うん、バイ結局出てきたら普通のミートソースそういうのも、うん、その何中間というかちょっと引きつけたら引きつける方法を考えたらみたいなこういうダメ出しってね、書きづらいかもしれないけどね嬉しいんですよ、うん、そうそれだけしっかり聞いてくれてるって証拠です、うん、そう嬉しいですおざなりの意見はよりも全然嬉しいんですよおざなりの意見もこれだけ嬉しいですようちらに限らず他のバンドさんにそう思ったら言葉を選んでるてめえら、うわがやってピーだよとか言うのはなしで世代によっては俺打たれ弱いですよねそう田川あれだけどすぐ会社辞めちゃったりするあんまりいじめるとねいじめじゃないんだけどいじめじゃないありがたいんですよお褒めもありがたいしダメなしもありがたいしここら辺の企業秘密は今後生かしていきたい、うん、続きまして、はい A さん、はい、女性です、はい、さっきの A さんと違う A さん当然だから気に入った曲、セイは何曲目4曲目です、うん曲目今日もギターとベースのコラボ最高でした言うねうんあれそんなにコラボ意識して作ってるんだけど、うん、でも役割はパートごとには結構綺麗に分かれてるのかな、うん、歌を歌ってる、うんまあ、歌とかラップしてる、うん、でそこを突出させる、うん、で2人でちょっとユニゾンしてみる、うん、でわちゃわちゃしてみるそうだね、うん、住み分けがだからそのおた、まあ、テーマフレームのテーマはさ、うん、お互いがお互いを侵食するじゃない、うん、メロディー行ったり、うん、バッキング低音行ったりとかするけど、うん、セイは結構そこまであんまりしないで、うんまあ、ソロの時はベースとして、うん、それを
その状態での絡みっていうのは確かに他の曲じゃあんまりない、うん、生独特の雰囲気はあれそうだね。もちろんそのまま聴いてくれる、うん、どうする2人へのためだし旅ガラスやってくれませんかこんな機会になってやってねえな。でもやってないね。まず2回しかやってないですよ、うん、前回9月だったやばいね。1年経つよ。経っちゃう。あっという間に経っちゃう。じゃあ近いうち近いうちどこか行こう。まあ何か所もあるんで、前回のあのライブの時もこれあるけども、そうそう行かない、行きたいとこあるんですよ。どこかに行きます。近々で、じゃあ次の方行きますか。あ、お客さん、はい、いい時間です。マジかお客さん、いい時間です。じゃあそろそろあのラストオーダーの時間です。じゃあ今のとこ前半だね、うん、次アンケート後半後半後半編はまた次回よろしく。ありがとうございます。